皆さんこんばんはこの時間からは一歩踏み出す勇気を田辺恵美子のスペシャリストにインタビューをお届けいたします本日はプレ放送となっていますが来月からは毎週火曜日19時からの1時間の放送になりますのでぜひともこれからよろしくお願いいたします今日初めての自分の放送番組でとっても緊張してるんですけども皆さんよろしくお願いいたします ではこの番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集していますメールアドレスは7 9 7 f m g i n o w c o m また f m g i n o ではツイキャスト YouTube で映像と音声をネット配信しています f m g i n o と検索していただきますとすぐに出てきますのでそちらもお楽しみくださいまたサイマル放送も行っておりますスマホの場合はアプリ リスンラジオでお聞きくださいツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてくださいよろしくお願いいたしますそれではここで一旦 CM です ははい皆さん時,刻は19時33分を回りました本日お届けしているのはプレイ放送ながら始まりました田辺、えー、恵美子のヒーローに<あ>あースペシャリストにインタビュー,ビューすいません早速ちょっと間違ってしまって申し訳ないんですけど <laughs>、えー、私ミキサーに入りますのは私、えー、<laughs> FM 技能案の夜の男キャンが入りますということで今日はじゃあ 田辺さんがなぜこの番組を始めることになったのかとかいろいろ掘り下げるためにちょっと CM 直後僕の方が話してまいりますがえまず自己紹介をお願いしてもよろしいですかはいはじ、えー、めまして田辺美子と申します出身は広島県で、えー、沖縄の雰囲気と海の綺麗さに惹かれて4年前にこちらに移住してきましたはいいろいろなご縁があり、うん、この度パーソナリティを務めさせていただくことになりました え何かのスペシャリストの方やハッピーそうな方をゲストにお招きしてインタビューしていく番組になってますので皆さんに聞いていただけたら嬉しいです広島ご出身ということで、はい、ちょっと一つ気になったんですけどあ、はい、やっぱり野球は広島カープが好きなんですかあ私なんかカープ女子じゃななくて <laughs> <laughs> すみません正直 <laughs>、ね、ちょっと僕沖縄のの人間なので、はいはい そうですよね。でもと職場がそういうスポーツ施設だったので、はい、ちょっと広島カープさんとお仕事してたので、そ,でそれちょっと気になったのでお聞きしました。マイケンぐらいならわかります、ね。<laughs> マイケンさん目の前でやってました。えっとラジオするきっかけとかもお聞きしてもよろしいですか？あはい、はいあはい、大丈夫です。えっ、ー、とラジオするきっかけになったのはあの本当にすごい偶然なんですけど、病院で。はい。 あの普通にカラーリングしてもらってたんですけど、はい、いつも行くところで,であのそしたらその美容院のオーナーさんとあのすごいよくしてもらっててなんか人生の話とか将来の話とかになったんですけど、はい、でそれでいろんな話をこうなんか熱く語ってたらでなんか紹介したい人がいるんだけど会ってみるっていうふうに言われてそう言ってもらえるんだったら会ってみたいなと思ってで会ってみたいですって言ったんですね。 でそしたらその時に紹介していただいたのが、はい、あのこちらの,技能ワンの「イヘイ麦のあのラジオのパーソナリティでもありプロデュースのお仕事もされている新里哲也さんでそこであのラジオのパーソナリティのお話をいただいてだから本当は初めはなんかもう無理ですみたいな感じでなんか想像すらできなかったので考えたこともなかったし、はい、だけどなんかせっかくなんかこんなことを言ってもらえるチャンスないかなと思って。 なんかやっぱり初めてラジオのパーソナリティって言われるとすごい緊張しますよねめちゃくちゃ、はい、緊張します僕もスタッフになっても3年ぐらいなんですけど、はい、最初の頃はとてつもなく緊張したなと確かに覚えてますねですよね,すよね、はい、まだ緊張してる暇もないぐらい引き継ぎ期間短かったんで、はい、もう死に物狂いで追いついたんですけど <laughs> すごい <laughs> いやーもうなんか、はい、今日もう早速コメントもいっぱい来ておりまして、はい、えまずムーさんがこんばんは、フェイスブックから来ました、はい、で埼玉の郷さんが頑張ってくださいあ,ありがとうございます初めての放送タイミングよく来て嬉てあ嬉しいです私もありがとうございます僕、ロッテ男子 <laughs> ロッテなんですね。<laughs> 沖縄あの全球団好きなので皆さんいろいろ時期によってばらつき出ますのでうん、うん、埼玉の方とかまた本土の方は地元のっていうのはあると思いますけど沖縄に来たらいろんな話ができると思います。さんんんもこんばんは キャンさんは陸上ですもんねということでありがとうございます陸上なんです僕ちょっと陸上競技をやっておりましてあなるほど、うん、すごい競で社会人まで少しやってたのでそれでスポーツ施設の方でお仕事をしてたんですけどなるほどそのきっかけでちょっと広島カープさんとちょっとつながりがありましたちょっと僕の話はどうでもいいんですよ <laughs> <laughs> あの4年間沖縄に住んでるということなんですが、はい、ちょっと沖縄に来て、はい、あの移住前と、はい、この移住後の違いというかこのイメージの方の違いとかってあったりします違いいですかはい、うんなんだろうなでも思ったより休日が充実してるあ、まあ、島ですもんね。<laughs> なんかそのやっぱり住んでみるとなんか慣れるかなと思ったんですけどいろんなところに本当になんか新しい施設とかもすごいできるし観光地もすごい多いので行くところがなんか飽きないっていうかすごいたくさんあって尽きなくてなんか休みごとになんか毎日飛行機に乗らないけど旅行に来てるみたいな気分になれてうんそれはなんか。 思ったたよよりりり想像もあましねね意外お答えでですす本当かやっぱ沖縄の人たちって島だから遊ぶところ少ないと思って結構本土に行く方多いんですよ皆さんそう言われますね沖縄の方はそうですよねもう全部行き尽くしたよみたいなって言うんですけどでもそういう人に限って確かに沖縄の魅力発見できてない人って多いかもしれないですね僕自身結構遊ぶの好きなのでいろんな遊びしてるんですけど全然まだ飽きたことないですねああいいですね 結構サイクリングとかもするのも好きなので沖縄って意外と自転車乗ってる方少ないんですけど、はい、実は結構サイクリングするにはいい環境だったりとか確かに確かに、はいうん、思います思います景色もいいですしねはいで道もフラットでわり、うん、とあの名護とか行って回ってくるのも全然楽だったりするのでこれ言うとめっちゃ沖縄の人にはびっくりされるんですよあそうですか本土の人からしたら全然それぐらい当たり前だよねぐらいの感覚なんですけど<ー>沖縄の人に行ったらえ ラ古屋で自転車って必ず言われます。もう自転車どころか歩かない人多いですもんね。そうですね。私もまあ歩かなくなったんですけど。いややっぱり車便利ですもんね。そう。まあ僕も車よく使ってるので。いや今日ラジオこうやって始めてみて、あの先ほどまで緊張されてたってことですけど、今実際しゃべってみてどうですか。でも始めよりは少し少し緩んできました。良かったです。はい。 えっとこの番組なんですけど、はい、実際どのような番組にしていこうとかって何かあそうですねです一応目指しているものがありまして、はい、えっと一応なんかこのどんな人の人生にもいい時と悪い時があって、はい、どの人の人生もこの平坦な道のりってないと思うんですけど人生とか、うん、で私の人生にもやっぱりそういう時があってこうまくいかない時にやっぱ自分よりも先に進んでいる人たちの話を聞くことで。 すごい自分の視野が広がったりとか考え方がすごい変わってすごい人生に役になったことがあったのでだから各分野の活躍されている方とかまあ専門家じゃなくても本当何かすごい自然に人生ハッピーに生きていらっしゃる方とかそういった方をお招きしてなんかお話を伺うことですごい人生のいいヒントがたくさんもらえるんじゃないかなって思って。 なんかそういうのを見つけていけるような番組を作りたいなと思ってで、まあ、自分とは違う視点に対して「どうして?」とか「なぜ?」とかをたくさん聞いていこうと思ってるので。 それがリスナーさんの皆さんにとっても何かいいきっかけになってもらえたら嬉しいなって思いますう、はい、そうですよねやっぱり辛い経験って誰しも持っているものですからねやはりそういったものを聞いて解決したお話聞けるってやっぱんんんんまあ僕も結構見た目パッパラッパーなんであのみんなにどうせ人生楽しんでんだろうって思われるんですけど <laughs> 結構まあいろんな経験してるので <laughs>。ですよねまあ絶対そうですよね。はい まあ結構、引かれることもあるので僕の話をするとあんまりちょっと自分からは話さないようにはしてるんですけどまあでも、僕としてはもう乗り越えた話なのでまあ全然気にはしてないのでまあ誰かのためになるなら全然話してもいいですしっていうのはいろいろあってだからこういう話は全然オープンにはしてるんですけどただ、あんまり言い過ぎるとみんな暗くなるのか <laughs> ちょっといや別に終わったことだよっていうふうにはなりますね。 ちなみに田辺さんは今この中で少しお話しできることとかってあったりしますか、はいはい、ちょっとこのつら、うん、かったけど、まあ、こうやって乗り越えましたとかっていうそうですねうんまあ一応ちょっと離婚してるので私はなのでその時が結構つらかったんですけどでもあのやっぱそれを乗り越えて 本当にそれに辛いことに匹敵するぐらい大きなものをもらいましたね。あ<ー>はい。やっぱりこの経験が大きくて、はい。まあ人生やっぱこういろいろ乗り越えていくための糧になったっていう形ですか。そうですね。もうなんか発見したことが本当に大きくて、はい。なんか変な話なんですけど経験させてもらってよかったなと思ってます。あ<ー>はい。やっぱり後になるとあの経験があったから。 今の自分がいるっていうのはやっぱりどうしよもありますからねああ。そうですね。もう人生でこれをなくして自分の人生は語れないって感じですね。はい、はいあ。ありがとうございます。はい。じゃあここで僕も一つなんですけど、はい、自分あのー、今の自分形成してるのこの経験が一番大きいなって思っているのが、えっと幼稚園生の時にあのー、家にあるあのひ、ー、き肉を作るためのミキサーっていう機械をいたずらして、はいはい、左手の親指欠損しちゃったんですよ。で。 2か月ぐらい入院してまあちょっとこの時に治療してでそれでも親指がもうなくてで小学生の間はもうずっと親指がない状態で生活してたんですけどまあ,やっぱある日この病院でそっき行った時にそういえば君あの時の子だよねってあの形成の先生が覚えてくれててで今だったらあのこう足から移植する手術できるよって言われて実は左足から指を一本左手に移してるんですよあ。はい で,でもその当時やっぱり言われたのが左足から移してるのでスポーツとかはもう無理かもしれないとか言われたんですけど<ー>やっぱ手に何かあるっていうのは人から見られるのでやっぱ今から成長するにあたってハンデになるかもしれないっていうので手術したんですけどまあ結果的にはまあ周りの友人とかにすごい恵まれてたのもありますしまあ自分自身やっぱりこれをいじめの材料にしないためにいろいろ工夫をした面もあったので。 まあそれで一本ちょっと人とコミュニケーションを取るためのまあ能力身についたかなと思って実際手術したことによって運動能力落ちたかって言ったらそれも全くなくて実際その後から自分陸上競技始めたりとかしたのでだから結局まあ自分の人生形作るには全然マイナスどころかすごいプラスになってる経験だなっては思いますほど、まあ、親にすごい迷惑はかけたんですけどやはり手術何回も繰り返すのですごいお金もかかるし。 心配もかけるし、うん、で実際その指を移植する時の手術17時間ぐらいかかってしまったので、はい、やっぱりすっごいあの心配で、うん、だったとは思うんですけど、はい、まあ僕自身は寝てるだけなので、うん、ケロッとしてるじゃないですか <laughs> そんなの見たら多分イラっとするんですけど <laughs> <laughs> まあでもこういう経験がいろいろあってまあ自分自身いろいろ工夫もできたし、はい、で実際陸上やった時にもあこんな自分が陸上やってたらちょっとモテるんじゃないかなとか<ー>逆になんか。 伝えきれるものがあるんじゃないかなとか、いろいろそういうの考えるようになって、うんうん、まあ割とやっぱりいい経験させてもらったなって今となっては思ってます。なんかこんなこと言っちゃいけないんです。なんかわかるっていうか、はい、その唯一無二な感じですよね。そうですね。うん、誰か誰も,しも経験していることではないので、うんうん、やはり自分にとってオリジナリティというか、そうですね、自分をまあ作っているまあ一つのパーソナライズーですよね。ここでコメントいっぱい来てるので、ちょっと拾っていきたいなと思います。はい。 さんから草野球させていただいておりますがおととし広島に遠征で行かせていただきましたこれは神コーチと草津ということでムーさん、沖縄いいな去年は1回も行けなかった今年は行けたらいいなということでいすぜひコロナが落ち着いて来れたらいいですね。そうですねはい 埼玉の郷さんも、えー、去年はワイフの地元読谷に起床できず泣きと今年は起床するぞぜひぜひそうですねぜひぜひはい。ひーさん人生の学びのきっかけって日常にいろいろ転がってますよね、えー、世間が思う、えー、ビハインドは実は自分の中でアドバンテージってこともありますよね<ー>ということ ほんとに自分はそうかなと思っててうん、うん、で周りがすごい気遣うんですけどいやいや違うよとそうです、ね、もうそれはもう乗り越えたことなので僕はもうそれが自分の一部だと思ってるしもう全然気にしないしでもただやっぱりあの当時っていうのは入院ばっかりしてたのでスポーツ全然できなかったんですようん、うん、小学生の頃は本当に運動音痴だったんですけどうん、うん、外見てはあの動いてる子たちが羨ましくてうん、うん、でうましいんですけど あなんかその妬みっていうよりは自分もやりてなって思ってたんで、うん、もう治ったら絶対入ってやると思ってだからなんか今すごいなんか楽しそうな感じですそうです、ね、ずっとメラメラしてたんで <laughs> そのエネルギーまだ余ってるんですけど <laughs>、はい、まだまだ続いてるんですそうですね <laughs> 一体いくつまで続いてるんだよ30超えてるのに <laughs> 新雑さんからもコメントいただいてますね全然緊張してない、ね、緊張してますよ <laughs> 緊張してます <laughs> <laughs> まあまあまあでも緊張してないように映るぐらい今楽しんでいただいているという方ですかありがとうございます、はい、ありがとうございます何かあの近々この番組に、はいはい、あのゲストさんとかって呼ばれる予定とかっていうのはあ,あったりするんですかです、ねはい、近々で出演していただく予定になっている方も何人かいらっしゃいまして、はい、今のところえっとパソコン一台で世界中を家族で回る方や、はい、あとえー 本当の自分で愛されるための恋愛カウンセラーの方、はい、あとは、えー、とおなじみの方をお招きしてあのプライベートの話とかふだ、はい、聞けないようなそういったのを、えー、と伺っていくなど本当にスペシャルな方々ばかり早速出演していただける予定になってますのでたくさんの方々に聞いていただけたら嬉しいと思います。 ぜひぜひこの番組来週からは一時間放送になりますので、本日はまあ三十分のプレ放送なので、特別会という風になるんですけど、やはりこの一時間になった時またパワーアップしますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。ぜひ聞いてください。僕も今こうパソコン一つで世界中っていうのはすごい魅力的だと思って。本当にすごい方なんですよ、本当に。はい。自分もちょっと世界 に出たいなって思いも一つあるので、はい、今ちょっとこことはまた別に DJ でお仕事したりとかしてるんですけどあのちょっとアジアとかこの台湾とかでお仕事できたらいいななんて思ってるので、はい、いそういうこのまあやっぱり実際やってる方のお話聞いてどういうふうに行動したらいいのかなっていうのを自分で妄想するのも楽しそうだなって思いますうんそうですね、はい、パソコン一つで確かに何でもできそうだなっていうのは想像できるんですけどはい、はい まあ実際自分にその技能あるかって言われたらまだまだだ足りないなないって思うのでうん,、うん、なんかその方すごい視点とかも本当に人と違っててなんか言われたらああーって思うんですけど気づかないこととかそういうのをすごい持ってらっしゃる方なので本当にあの聞かれたらすごいためになることとかあると思うのでまあ私がちょっと質問力がねちょっと。 大丈夫かなってい心僕はもう基本的にもいつも思ってるんですけどであと分からないことは絶対放っとかないというかうそれとそのあっという間にこの時間が過ぎていくのであとはもう時間との調整というかうその中で聞きたいことあこれはちょっと次にとっとこうとかうっていう形でちょっと調整するようにはしてますけどまあでも基本やっぱ人の話を聞いてるとあれここ面白いなとかって絶対出てくるので。 やはりここ掘り下げたいなっていうところをどんどん聞くようにし,うんう、ね、したらなんか自然と1時間いいけるんじゃないかなと思いますリスナーの皆さんにもお願いしたいことがあって、はい、なんかやっぱ私だけの視点だとちょっと狭まってしまうこともあるかなと思うのでメッセージとかあのいただけたら、はい、より幅広い視点で質問とかもできると思うし、はい、なんか聞きたいことが聞けれると思うのでたくさんコメントいただけたら嬉しいなと思います。そうですね今日みたいにこう、はい ツイキャスの方から質問が飛んでくるとやっぱりそのことを聞きたい、はい、あっ<の>そうですリナーの皆さんが聞きたいことでもあるし、まあ、パーソナリティからしてもやっぱり聞きたくてあそうだよねここ聞きたいよねってなりますからねやっぱりそういうのをちょっとアシストしていただければいいなと思います。い、ね、さんから、えーはい、そのビハインドは、はいえー、アドバンテージと あ言ったわけは、うんえー、僕は筋肉があまり発達しなかったので外見は球界ではガリガリと言われていたのですが見た目でならダメなら全体全体をバネにすることを意識して、えー、外見ではわからないことを武器にして やろうというメンタルで生きてました。すごい。ちょっと陸上タイプというあの短距離チックなこう体つきなんですかね。結構それって逆にすごいんですけどね。本当ですね。それがあの大スター一郎さんの言葉がその刺さって諦めかけた時に希望を変えてくれてあの生きる望みになりました。あやっぱり同じようにそうですね。いや本当にあの常識って。はい。 あの絶対打ち破れるものだと思うので一般的なこと以外のことでじゃあ成功を収めたら、はい、その人って突出した成功者じゃないですか逆になんかチャンスもらってる気になってうん、うん、なるほど、はい、そう視点が変えれるのがすごいですよねそうですねヒー、うん、ひいさんもそういう経験があったりとかそうですねそうですねうん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 いやもう本当にあのー、瞬発系って体細いので、はい、僕も実際 すごい気痩せするタイプって言われて,てもうガリガリってずっと言われてたんです身長も低いのでもう陸上やってる時は大学生なのに中学生混ざってるって指さてそうなんですか <laughs> <laughs> まあでもやっぱりそれってまあ,まあ普通ではないってことはじゃあここで活躍すればあいつすげえなってなるってことですからやっぱりそれはチャンスだと捉えて僕は頑張ってましたそうですねええー、っとまた、はい、えー、熱しえ熱師えこれはしニーボさんですかね あ、ええ、しんぼさん。ですね。しんぼさんから、コメント来てます。ありがとうございます。みさん、ええ、こんばんは。プレ放送聞いてます。番組スタート。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいです。皆さん、こう、結構、お知り合いの方から。コメンはい、はい、ありがとうございます。はい、では、この曲が流れてきたということは。はい。もう。 エンンディングのお時間えっ、ー、と、はい、エンディングで何かお伝えすることはあったかと思いますがそうですね、はい、えっとまあ先ほどの繰り返しになるかもしれないんですけど、はい、一応あの今日はプレ放送だったので30分だったんですけど、はいえー、次回からはあの本いよいよゲストをお招きしての1時間の放送になりまして、はい、でえっ、ー、と 毎週の火曜日の19時からなので次回は2月2日になりますね2月2日の19時からはい、はい、いよいよ、えー、一歩踏み出す勇気を田辺美子のスペシャリストにインタビューが、えー、本格的に始まりますの、はい、でぜひ本当にあの皆さんに聞いていただけたら嬉しいですし皆さんのコメントを励みに私も一歩一歩成長してあの立派なパーソナリティになっていきたいと思うので、はい、あの応援よろしくお願いいたします。いやもうもううすでに 素敵な番組になるような予感はしてますので、こんだけコメントくるっていうのはなかなかないですから。そうなんですか。ええ、嬉しいです。はい。ぜひ、皆さんも本当に質問とかいっぱい寄せていただいて、あの、やっぱり。リスナーの皆さんと一緒に素敵な番組作っていきましょうということで。皆さんと一緒に作りたいです。はい。よろしくお願いします。今日どうでしたあの、こう実際放送してみて。最初緊張されてたということでしたけど。そうですね。うん。まあ、初めよりは、やっぱ緊張はなくなったんですけど。はい。 すでにもう自分の中でちょっと課題点も見えてきて <laughs> <laughs> ちょっとちょっとずつ勉強して、はい、なんかうん面白くなるような番組にしたいなってすごい思いましたねやっぱりやってみてはいこれから、はい、ぜひ長,長らく続く番組にしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします皆さんもよろしくお願いします本日もありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました最後までお聞きいただきまして、はい、はい、次回もまたぜひ聞いてください それではまた来週お会いしましょうありがとうございました大丈夫でした <laughs> <laughs> ありがとうございますいお疲れ様です僕もなかなか分かりなかった <laughs> いやいやないないです <laughs> いやすごいみんなからコメント来てめっちゃ嬉しいんですけど 広島弁の勉強もしたいですね。せっかくコメント来てるようで、はい、少し30分まで放送できますので。ああ、このえ30秒はい。<laughs> ちょっと今、本放送の方はもう今、あと13秒で終わるんですけど、<ー>センの方がちょっと残っているので、もう少しお話ししましょう。 なんですね。うん、あ、なるほど、なるほど。はい、はな、ね、あ、なるほど、なるほど。うん、うん、うん。あ、すごい、なんか <laughs> あ本当。ありがとうございます。今後もお邪魔させていただくことがあるかと思います。<laughs> よろしくお願いします。あぜひ、ぜひお願いいたします。あ、この時間帯、ツイキャスライブのチーム、なるほど、なるほど。あ 皆さんが仕事終わっての時間帯だからとかうかそうですね。あ,<ー>であと本舗に乗っているのも強みでありますよね。うんうん、なんかいいこの車で買いかけに来てる方、ね。あ、そうですよね。うん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 。なるほど。あよかっただったら。うん、広島県の天気おもしろいです、ね。こうあ、ん、った時はキャンサーに頼ってください。<laughs> <laughs> いいですね。ありがとうございます。 広島系は絶対出ると思うんですよ。そのうち。<laughs> <laughs> 広島<名>。<laughs> はい、あの沖縄方言もあんまりわからないですけど <laughs>。え？そこまで <laughs>。どういうことですか？あの僕として代あんまり方言も喋らないので。あそうですか。はい、なんかでも最近の若い人たちの方が方言すごくないです、はい、沖縄の人って。なんちゃって方言の方が多いと思います。あそうなんですか。うん、はい。そ<ー>のか。

ちょっと恥ずかしいですよねちょっと恥ずかしいんですよ広島行ってみたいですね広島いいですよいいとこですよちゃんと広島で観光したことがなくて高速で撮りすぎたんですけどサービスエリアであの串焼きを食べたのが串焼きなるほどなるほどあでも今の時期だったらあの牡蠣とかすっごい美味しいんですよ絶対いいですね牡蠣ごなってあって なんかあの韓国ドラマみたいな感じで、はい、なんかこの軍手とかして網があって、で自分たちが牡蠣とか野菜取ってきたのを焼いて、酒飲みながらみたいないか牡蠣ごやるんですもんすごい雰囲気と良くて、はい、めっちゃおすすめです。<laughs> そう牡蠣自体も美味しいし、はい、そう、そうなんですよ。ちょっと楽しみが持った期待してんですよ。家族がんで行けるやつ。たまにあのカップルで。 んうんうんうん <laughs> そうそうあのトースターとかで焼いただけでも結構美味しいですもんね、はい、美味しいですよねしいですよねあと結構され,れるのでもう終わりますねあ本当ですねあ、はい、あと一分ってことですかはい、はい、はなるほどまた次回ともよ,、はい、よろしくお願いしますはいまた